やってるジャイロスター使った表層バジングなんですけど、基本は水面直下を早巻きで巻いて食わします。で、一回投げるキャストする時に水面モワモワモワっていう風に水面直下を巻いてくるんですけど、その1回のキャストに対して 2,3 回ぐらいクイックにハンドルを一瞬巻いて水面ピロピロパンって出してピロピロっていう感じのを演出してバイトを出すっていう感じでやってます。ただ水面直下を早巻きで巻いてくると、それで追ってきても見切って U ターンしちゃうバスがいるんで、じゃなくて一瞬こうクイッて早く巻いて、そこでバスのスイッチを入れるっていう演出でバイトを出してます。早巻きで巻いて時々クイックに動かして餌が水面にこう飛び出るっていう演出をしてやってます。今回使ってるのはジャイロスター3インチ、まあベイトサイズに今一番合ってるサイズかなっていう感じでやってます。だよ、表層バジング、いかついやつが。はい、ジャイロスター3インチ表層バジング、ピロピロピロ、グッドサイズ。ジャイロスター3インチ。